みんなで知ろう、ハザードマップ。守る守る、見て見て、この町で災害が起きた時の危ないところを地図に書いてみたんだ。これをみんなに見せて防災意識を高めてもらうんだ。もうあるよ。ハザードマップがあるよ。ハザードマップは災害の種類ごとに町の危険なところや避難場所がすぐにわかるんだ。すごい。パソコンやスマホでも見ることができるから、学ぶも見てごらん。わかった。ハザードマップで検索。